はい、プロットの10回目いきたいと思いますけども、さっきの外接円の時の説明があまりにも短かったので、もう一回すると、A 点の X 座標と Y 座標、B 点の X 座標と Y 座標、C 点の X 座標と Y 座標を与えておいて、こうとこうとこうと。で、中心をこうとすると、ここの距離とここの距離とここの距離が等しいのが外接円なんで、A 点との X0、Y0 との距離、ピタゴラスの定理の、まあ距離と、B 点との距離、C 点の距離が等しいと。で、この太いイコールを使って、半径がみんな等しいところの X0 と Y0 を求めるってやると、一発で中心が求まるというふうに、数学的になんか複雑な計算していってもできるかもしれないんですけども、この一番基本となる超簡単な公式をマスケルが一発で解いてくれるので、これが分かりやすいかと思いますね。まあ、そういうことでやりました。ということで、最後。こんな単純な、3D プロットと1個しかないんだけども、さっきの球の書き方と四角の書き方を組み合わせてやると、立方体の中に内接する球があって、その球に内接する立方体があって、その立方体に内接する球があって、その球に内接する立方体があって、その立方体に内接する球があるというような、こんなような結構複雑な円も、1個関数が作ってあれば、その半径をいくつにするというふうに入れてるだけで、1、2、3、4、5、6層の立方体と球の関係ができると。いうんで、自分で関数を作れば、自分で簡単に、複雑なものを表現できるというのがマスケルで、メーブルは多分どっかにこういう関数が作ってあるんですけども、ここからどう探すかというのに、スキルが得るということになります。はい、以上です。